モリスビルはアメリカ合衆国ノースカロライナ州の中部ウェイク軍とダーラム軍にまたがる町である。ウェイク軍の方に大半が入っている。2010年国勢調査での人口は18,576人だった。2015年の特別調査では23,699人にまで増加している。モリスビルはリサーチトライアングル大都市圏に属している。 この都市圏名称は1959年にリサーチトライアングルパークが創設されたことから生まれた。シュートローリーとダーラム漁師の中間にある。リサーチトライアングル都市圏はアメリカ合衆国国政調査局の定義するローリー・ダーラム・ケーリー広域都市圏に入っている。その都市圏推計人口は2006年7月1日時点で156万5223人である。 またローリー・ケイリー都市圏に絞れば99万4551人である。モリスビルとなった地域は当初の1852年にジェレマイア・モリスにちなんでモリスと名付けられた。モリスはノースカロライナ鉄道の駅、給水塔、その他の建物のために土地を寄付した。鉄道に加えてジャペルヒル、ローリー、ヒルズボロに通じる道路の交差点にあったことで町は 成長を続けた。南北戦争の最終盤である1865年4月13日、モリスビルの戦いが起こり、北軍ジャドソン・キルパトリック将軍の指揮する、騎兵隊が、モリスビル駅で撤退する南軍と小競り合いを演じた。南軍は残っていた武士と負傷兵を、西のグリーンズボロに移動させることに成功したが、北軍ウィリアム・シャーマン将軍の騎兵隊が、 南軍に列車を残したまま、ダーラムに撤退するように仕向け、最後はベネットプレイスで、南軍最大の部隊が降伏することになった。モリスビルの歴史標識には、次のように書かれている。モリスビル駅、1865年4月16日、北軍ウィリアム・ティー・ャーマン将軍の騎兵隊がローリーを占領し、鉄道に沿って、西に撤退する南軍を追撃した。 ヒルズボロ鉄道に沿った地点で伝軍の小競り合いが起こり、戦闘はモリスビルに着くまで続いた。北軍は、騎兵隊と砲兵隊を使って、南軍の物資と負傷兵を積んだ貨車を攻撃した。南軍は撤退する前に、騎兵隊が攻撃を受け止めて、遅延工作を行い、負傷兵を積んだ貨車を逃がしたが、物資の方は放棄した。これは、シャーマンの方面作戦では、 最後の騎兵戦となった。翌日夜、南軍指揮官、ジョセフ・ジョンストン将軍の伝令が、急戦の提案をもって、馬で、モリスビルにあった北軍のキャンプに入った。その後のジョンストンとシャーマンの間で行われた交渉で、4月26日、ダーラムのベネット農園で、南北戦争では、最大の南軍部隊降伏となった。この歴史標識は、コミッショナーである、 CT ムーアの記憶で書かれたとしている。町は1875年に正式に法人化されたが、1933年に法人を返上した。その後の1947年に認証され、法人格を回復した。著名な画家のメーベル・ピューが、モリスビルで生まれた。モリスビル町内にあるアメリカ合衆国国家、歴史登録財に指定されているものとしては、 モリスビルキリスト教教会、ウィリアムソンページ邸、ビュー帝がある。モリスビル町は、北緯35度49分39秒、整形78度49分44秒、北緯3 5 8 2 7 5零度、整形78.82889度、35.82750-78.82889に位置しているアメリカ合衆国国政調査局に、 よれば、超域全面積は8.3平方マイルであり、このうち陸地8.3平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.62%である。モリスビルは、ノースカロライナ州の中央部北東よりにあり、ピードモント大地と大西洋海岸平原が出会う、位置にある。この場所は、内陸側が高くなり、クリークや川に滝が現れ始め、その点が、 戦場につながることで、滝線と呼ばれている。ピードモント大地の中心にあるフキーバリナは、大西洋岸にあるアトランティックビーチ町から西に来るまで約3時間、クレートスモーキー山役からは東に来るまで約4時間の位置にある。モリスビルの中学部は、クラブツリー、クリークの上流にあり、そのクリークが町の南東部にあるクラブツリー湖に注いでいる。 モリスビルは温暖な亜熱帯気候にあり、春、秋、冬は気温が温和である。夏は通常暑く、湿度が高い。冬の日中の最高気温は下肢50度台前半、最低気温は下肢30度台の前半から半ばにある。ただし時として下肢60度以上になることもよくある。そうかと思うと最高気温が下肢30度台にならない日もある。 一冬では主に2月に雪が降る日が1日、2日あるのが普通である。春と秋の日中は通常かし70度台の前半から半ば、夜の最低気温はかし50度台前半になる。夏の日中はかし80度台後半からかし90度台前半に達することも多い。雨が多いのは7月と8月である。モリスビルは町は調整委員会。 町マネジャー方式の政府を採用している。市民は町を統治する生態に一人の町長と調整委員を選出する。町マネジャーは調整委員会が指名し、調整のすべてを管理する行政官の長を務める。2015年時点の町長はマークス・トールマンであり、現任期は2017年までである。ノースカロライナ州市下検査官委員会の本部がモリスビルにある。 地元では、リトルインディアとも呼ばれ、特に技術系産業の拡大によって、州内でも、人種、民族的に最大級に、多様化の進んだ町である。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。モリスビルは、リサーチトライアングルパーク、ローリーダーアラム国際空港、また、週間高速道路40号線に近いので、事務所、軽工業、 ホテルの立地として魅力あるものになっている。コンピュータ技術、臨床試験、通信事業が強い存在感がある。中国系、パソコンメーカーのレノボアメリカ本社は2014年時点で2215人を雇用しており、地域では最大級である。その他、モリスビルを本拠とする企業としては、ソフトウェアのオラクル、クブファーストがある。 ミッドウェイ・アラインズは2003年に解散するまで、モリスビルに本社を置いていた。モリスビル商工会議所が、町の経済発展を推進している。その他の地域雇用紙として、次のものがある。モリスビルには、以下の6つの公園と1つのコミュニティセンターがある。町内には、青年バスケットボール、野球、ソフトボール、サッカー、クリケットなど、青年スポーツの集団がいくつかある。 トライアングル交通バス、ありがとうございます。